常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想を書いていただけると嬉しいです。今日ね、久々に報道ステーションのね、監視活動をしようと思ってますので、もうちょっとユニフォーム着てね、はい、もう戦闘態勢で頑張ってるんですけど、まあその報ステはテレ朝ですが、今日朝ですね、NHK でちょっと大問題があったらしくてですね、龍谷大学の竹中正治先生からね、ちょっとご指摘をいただきましたんで、この件ね、ちょっと取り上げたいなと思います。皆さん、竹中正治先生ご存知ですか？ダイヤモンドオンラインでね、連載をお持ちでですね、なんだかわからないけれども、ピタリとよく当たる、この竹中正治先生ですから、私もね、いろんなね、投資活動ね、それから、まあ、経済要素なんかもね、ものすごい参考にしてるんで、ぜひね、竹中先生のダイヤモンドオンラインのコラム、ぜひ読んでいただきたいんですが、今日ですね、竹中先生ね、Facebook でですね、まあ、次のようにご指摘なんですよ。正規雇用は増えている。NHK の朝7時のニュースで、コロナ禍で企業が正規雇用を切り、業務委託などで非正規雇用の形態を増やしているかのような報道がされていた。しかし、雇用統計を見る限り、マクロの実態は逆で、コロナ禍でも正規雇用は前年同月比で増え、非正規雇用は一旦減ったが、前年比で減少は止まり、雇用全体でも増え始めている。またこの結果、正規雇用比率は上がっているということをですね、Facebook に書かれておりました。で、実際ね、この報道、どんな報道だったのかなというところでね、確認したところですね、今日のね、NHK のね、朝ね、おはよう日本でね、なんかやってたらしいんですよね。はい、7時台のなんかこう、まあ、コーナーみたいなところでね、正社員のはずが、…揺らぐ中流の働き方とかね、変わる働き方、揺らぐ中流みたいな、なんかそういうですね、不安はあるような内容をやってまして、で、そのまあ、報道の趣旨はですね、突然ね、まあ、仕事を奪われて、ね、で、そのなんかちょっと、業務委託契約に切り替えられちゃうみたいなことが起きてるというんですね。まあ、中流層で起きている働き方の変化、業務委託契約だとして契約を打ち切られ、収入が大きく落ち込んだ人がいる、なんていうね、ことで、まあまあ、あるね、方がですね、都内で飲食店の広報をしていた女性が、まあ、年収360万ぐらいあったらしいんですけれども、会社からはですね、3ヶ月の使用期間は業務委託契約で、その後正社員すると言われていたんですが、1年近く経ってもですね、なんか、全然、まあ、ならなくてですね、まあ、正社員ね、なんなかったもんな。で、会社から契約を打ち切ると、告げられたと。まあ、その、業務委託のままでね、契約打ち切ると言われましたと。で、今は貯金を切り崩しながら、まあ、職業訓練を受けているが、今後はですね、まあ、このね、まあ、流行り病の中でね、仕事見つけるのは難しいと、いうことで、なんか、業務委託をめぐるね、相談が相次いでおりますと。日本労働弁護団の、笠木さんというのかな、笠木、弁護士はですね、企業が一方的に業務委託に切り替えることは違法だと。今後こうした動きが広がることを危惧している云々ということでね、正社員の雇用が危機だーみたいな、まあ感じでやってたそうなんですが、まあ実態はですね、そうでもないということでね、竹中先生からですね、ちょっとグラフをいただきました。こちらをご覧いただくのは早いかな。はい、これ厚生労働省の出しているね、データから竹中先生がグラフにして、くれたんですけれども、ご覧いただいてわかります？はい。このですね、こっち側ね、青い線がですね、青い棒グラフが、正社員のですね、増減ですね。どれぐらい増えたか。まあ、このマイナスの、プラマイゼロの線ね、ここゼロの線ですけれども、もうゼロの線よりも青いグラフが上に行ってるところはこう増えた年ですね。ここゼロの線ですね。今ね、私が指さしてますけどね、ここね。この人差し指さしてるところがゼロの線ですけど、これより上に行ってるところは増えた年、下に行ってるところは減った年なんですよ。で、この流行り病が始まったですね、この辺ご覧いただきたいんですけど、非正規雇用はガクーンと減ってるんですね、この黄色い方のグラフね。黄色が非正規雇用ですね。ところが正規雇用はですね、流行り病始まってもそんなに減ってなくてね、微増なんですよね、ずっとね。で、非正規雇用のですね、まあ減少というのも下げ止まりまして、ここへ来て急にぐーんとこう増えてきていると、いうことでですね、まあ NHK がそのまあ取り上げたね、N=1 のデータに比べてですね、まあマクロ的な状況ではですね、むしろ雇用は改善しているということが、まあこのデータから見て取れると、いうことです。はい。ということで、何が言いたいかというとですね、これまあ、高橋洋一先生とのね、協調の中でも私は、高橋先生もね、ご指摘されてますし、私もそうだそうだと納得したんですけど、テレビ局ってね、まあ統計で言うところの外れ値、ね。いわゆるそのまあ、こう全体的な傾向からちょっと外れた値ってたまにあるんですよね、イレギュラーの。そこをですね、取り上げて、心象膨大ね、こんなかわいそうな人がいるってやるんですよ。ね。まあ別にそういうことをやること自体は表現の自由だしね、報道の自由だからいいんですけど、ただね、全体ではこうなんだと。ね。
全員はこうじゃないよ。ちょっと言い訳させてもらうと、ね。全体はこうですけど、全員がこうだとは言いません。もちろん業種、業界、会社によってね、まあちょっとその雇用の面で、ひどい目になってる人もいるかもしれませんが、ただ全体の傾向としてはこうなんですよ。わかります？だからそういう状況にいらっしゃる方に対してね、いや、あなたが、関わってる会社とかね、その業界はそうかもしれないけど、もうちょっと広い視野を持ってくださいと。ね。世の中全体では雇用は良くなっているんですよっていうことをお伝えするのは大事じゃないですかね。ね。そういうちょっと心を病んだりとかね、してしまう方っていうのは本当に孤立無援で、もう希望がないってなると、もうこう、ポキーンって心折れちゃうんですけど、いや、実はね、あなたが見てるこの狭い範囲ではそうかもしれないけど、世の中全体ではこんな風になってますよ、みたいなことを伝えるのも、これ報道の役割だと私は思うんですよ。ね。かわいそうな人がね、一人か二人いて、その人たちにフォーカスしてやるっても大事だけど、片方でこういうこともやらないとさ、全体はこうですってことも、ちゃんとお伝えしないと、なんかそういう人たちをね、かわいそうだかわいそうだって、やるついでにさ、さらにこう、もう希望も持てないからってことで、奈落の底にね、こう、ちょっとこう、突き落としてるような部分っていうのはあるかなと、私は思っております。はい。ということで、今回ね、まあ、この流行り病関連で職を失ったりとか、まあ、条件ね、待遇、あんまり良くない方向に、行っちゃった人はですね、あんまりね、まあ、これ私、まあ、自分自身の経験から言わせてもらいますけど、見込みのない会社、見込みのない業界ね、こだわってもダメなのよ。うん。もう、とっとと転職して新しいところでね、バリバリ働いた方がいいと思いますよ。各有私もね、平成、何年だあれ、平成5年か。平成5年に銀行業界にまあ一時身を置いたんですが、これダメだなと思って離れましたよ。その結果今このざまですよ、銀行業界。でしょ？ね。だからもうとっとと見切りつけて新しいことやった方が、そこにね、なんかまあ、あんま言い方良くないけど、しがみついてね。で、お金ない会社って払えねえからさ、もともと。なんでこういうこう、なんかそのね、正社員してくれなかったかというと、将来の売り上げのまあ見込み立たなくて、正社員できないわけでしょ？金がなくて。で、金がなくて儲かってない会社なんかさ、いてもしょうがないから。ね。で、世の中には儲かってる会社もあります。探してください。普通にありますから。ね。有価証券報告書でも見れば、上場企業の儲かってる会社わかるしさ。ね。上場してない会社でも、まあ、いろいろね、求人サイトとかに、財務情報とか出てますから、そういうの見てですね、できれば儲かってる会社に行っていただけるといいかなと。で、このね、流行り病の中でも、まあ、で、緊急事態宣言終わって、いろいろ業績底打ちしてですね、上がってる会社が雇用を増やしていて、全体としてはこういうことあるわけですから、ぜひね、希望を失わずにね、今回のね、まあ、NHK のやつで特集された N イコール1の方もね、希望を失わずに、かつ儲かってない会社にあんまりこだわらずに、ご自身のですね、まあ、ちょっと転職するときのね、このまあ、業界なんかももうちょっと広い視野を持ってね、ご覧いただいてですね、ご転職いただくことがいいかなと。その方が同じ時間を使うにもね、前向きになれるかなと。で、そういうことをやろうとする人をこう後押しするようなですね、雇用の改善っていうのは実際にマクロデータから確認できていると。いうことですから、ね、あんまりまあ、NHK の言うことをね、鵜呑みにしてですね、まあ、暗い方向にね、しょぼーんってなる方向に行っちゃわない方がいいかな、というふうに思いました。はい、ということで、まあ、本当にね、公共放送ですらこんなもんですから、ね、まあ、言わんや民放においておやということで、引き続き監視活動を続けていきたいと思います。はい、ということで、今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひ高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。Go!